すごいね。あれ、アニマルランドさんですか？違いますけど。違います。なんかそのビアンキのジャージ着て、ギロリの、はい、お忍びで東京来たんじゃないですか？東京なんか、はい、あ、全然違うんですね。違います。他人の空にです。違う。なんですか、ロードバイク申し上げる。いや、もう使い古しですよ。使い古しですか？関係者、すいません。はい。検証初心者ローディートップギア固定で平坦走る説。よう、貧脚ローディーども、バージンデビル荒北仮面パイセンだ。本日は前回登場した初心者ローディーみかんランドさんに、ここ若洲海浜公園だいたい3キロのコースを全開で引いてもらうことにする。さてさて、本日ロードバイクに初めてまたがるみかんランドさん、巡航速度いかほどのものなのか興味津々マンドレル。荒北仮面パイセンと同級生のみかんランドさん、この荒北仮面が貸した中華ビアンキサイクルジャージお似合いマンドレル、いいんじゃない。この坂を下り切った海岸線からみかんランドさんの運び屋アタックが始まるマンドレル。楽しみマンドレル、ワクワクマンドレル。それじゃあ初心者ローディーみかんランドさん、いっちゃいまーショータイム。検証スタートと同時にすでにおもぎ屋に入ってるみかんランドさん、やる気満々見てじゃねえか。それじゃあ早速みかんランドさんの本気のアタック、俺たちを引いてくれ。よろしくマンドレル。そう本気モード。ああ、いや本気じゃなくて、まあ速度を上げて。タムさんとみかんランドさんのケーデンス比べてみろ。初心者ローディーはトップギアで回す主義、やばいんじゃない。どうしたみかんランドさん、速度が30キロ切ってきたぞ。貴様の本気はその程度なのか、それともこのちょっとした丘がトップギアだときついって寸法か。初心者ローディーあるある、坂道でもトップギアで失速マンドリル。なるほど、対向車とジョギングするランナーさんがいたから減速したっていうことか。 OK、じゃあここから再びみかんランドさんのマジの走り見せてくれよな。
速度が30キロに上がったじゃない。やればできるじゃない。お、タムさんもトップギアに入ったのかな。ミカンランドさんとケイデンスが今会っていたな。そしてまたまた歩行者さんがいるから減速マンドリル。いいね、二人とも。歩行者さん優先第一、安全第一サイクリング、有料サイクリストなんじゃねえか。いいんじゃない。ギア固定で走るからちょっとした丘で失速マンドリル、やばいんじゃない。よっしゃ、若洲海浜公園売店広場前だ。みかんランドさん、朝から何も食ってねえからハンガーノックになっちまうんじゃねえか。よし、売店で何か買っていこう。ここら辺で売店閉まっちゃった、ジェットブリッジでバックに写真を撮るけど、今ので3キロぐらい、今ので3キロぐらい。サイクリングあるある、売店の閉店時間に間に合わなかった。ダサいんじゃない。アラキタカメン、お疲れ様です。今日こちらにいらっしゃる方はアニマルランドさんではございません。アラキタカメンの中華サイクルジャージ、ビアンキのサイクルジャージを着た、とある賓客ローディーです。本日あのロードバイクデビュー、初めてのロードバイクで、約5キロの道のり付き合わせちゃいました。で、今日どうですか、初めてロードバイク乗った感想は。飲み物を差し入れました。僕もちょっときつかったんですけど、ロードバイクあるある、テンション上がりすぎてジュースを買い忘れて、自販機がないところで喉が渇くっていうね、ロードバイクあるあるをちょっと、ね、体感しました。で、この若洲海浜公園までやってきたんですけど、若洲海浜公園内のサイクリングコース、ちょっと先頭引いてもらったんですけど、本気で引いてもらってました。ほぼ本気。ほぼどうでしょうか、疲れましたかね。3キロって言われたんで、初心者にきついっすそうですね。でずっと後ろから見てたら、トップギアで走ってませんでした。走ってました。トップギアですね。トップギア固定なんで、坂道上り坂だろうが下り坂だろうがずっとトップギアで走ってたんで、あ、辛そうだなと思ってます。これもロードバイクあるある、初心者アウタートップで走るっていうね、そんなあるあるをね、目の当たりにしてしました。そんなわけで、今日はね、この謎の賓客庶民サイクリスト王さんと、はい、この若洲海浜公園一緒に走ってみました。どうでしょう、ロードバイクを趣味に持つことは検討しますか。検討しません検討しません。それでは
お別れだ。アリーベデルチ。さよならだ。さよなら。